安曇野市赤品フラワーイン大月楽しい話店、今日もトムキさんに園芸レッスンをしていただきます。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、もう30代目前にして私初めてバーデビューしてきました。はい、バーデビューも永遠のテーマですよね。そうですね。はい、しかも一人で行ってきたんですけど、はい、やっぱ緊張するもんですね。もう特にね、メニューもあんまりこう出す感じじゃないじゃないですか。そうなんですよ。で、何しますって言われるじゃないですか。はい、最初難しいですよね。難しいです。あのおすすめをそうですよね。もうそこから導入でお話しして、まあ、あの私なんてもうビール最初頼むんで、うん、でやっぱりその 生ビールはね、ない、はい、とこが多いので、ちょっとおすすめのビールをーあのついでもらって、あ、いいですね。ビール飲みながら何にしようかなっていうふうに考えながらですね、行くんですけど、かっこいいですね。かっこいいのか何なのかわからないですけど基本やっぱり一人飲み行くって寂しいじゃないですか。かといってそんなに時間なくて、そうです、ね、友達を誘っても悪いし、はい、どうしようかなって。よくあの、はい、髪切るとちょっとだけまあ時間余るじゃないですか。でせっかく駅前に出てるし、どうしようかなって、じゃあちょっとバーでも行って飲んで帰ろうかなっていうふうにやったりね。そうなんですね。そうなんです。でもたまには一人で飲みたい時ってありますよね。ありますよね。疲れてる時とかちょっと物思いにふけるというか。ふける、わかります。家で一人で飲んだりします？そうですね、たまにですけど、もう旦那が飲めないって言った時ですかね俺はもう飲めないからって言ったら一人飲むしかないかなって。それちょっと違いますよねそうですね。それはあの飲みたいというか飲み続けたって感じですよね、一人だけ。そうですね。相方が脱落したっていう。脱落してしまったみたいなでもそうですね、やっぱり男はやっぱり行きますよね、たまには一人で。で知ってるあのマスターと行きつけのお店で悩みを相談しながら。あ、そういうのいいですね、行きつけがあるっていうのも、ね、これね、またうまいんですよ。はい、そのつかず離れずの距離をこううまく保ってくれるというか、あの話は聞いてくれて、はい、で返してくれるんだけども、うん、そんなに賛否を分かれるぐらいまでの意見じゃなく、なんとなく聞き切ってちょっと意見ももらえて、なんか良かったなと思うぐらいで止めてくれるというか、じゃうまく諭してくれるような、そうです、そうです、ちょっとこう守ってくれるような感覚で話してくださる。 すごいですね。ちょっと自分の実体験も付け加えてくれて、あ、またそういう言葉で結構染みますよね。染みますよね。そういう意味ではいいですよね。いいですよね。大人になったなと思って、ちょっと今日友達さんに話そうと思ってたんですけどでもほとんど行ったらバカ話してますけどね。でなんとなくお客さん入ってきたら急に静かにするっていう急に2人で バーモードに戻るっていう、あ、まあ、そんな感じで行きますけどやっぱり結構強いお酒が多かったのであ、そうですよね、そんなにたくさん飲めなかったんですね。はい、それも言われました。夜はまだまだこれからですよって言われて、まあ、そうなると子供だなと思う。次はいっぱい飲めるように頑張ります。なんとなくペース分かんないですよね。そうなんですよ。で一人だからひたすら飲むじゃないですか。そうです。美味しいんだけどやっぱりアルコールが強すぎてちょっと一気には飲めないみたいな。そうですね。やっぱビールですかね最後は。急にビールにしたりしますから私。あ、そうなんですね。何のためにバーに来たんだっていうようなウイスキーとかではなくなく、ひたすら、ビールを飲む。まあまあそういうのもありつつ、そうですね、はい、まあ、いろいろお世話になったんで、はい、なんかこうやって友之さんができ、ね、そうです、人としてこう成長させてくれてる場所もバーっていうことですかね。あのバーが全部育ててくれましたちょっとこと教えてくださいさあ友之さん、はい、さあそのバーの話をお話、はい、お聞きしたんですけども、はい、今日はどんなレッスンをしていただけるんですか？はい、今日はですね、はい、寄せ植えなんですけども、はい、ギャザリングという
やり方の、はい、寄せ植えを。やり方の名前がギャザリングなんですか。そうですね、ギャザリングという、なんだろう、なんかパソコンとかの機能で出てきそうな名前ですけど、あの携帯と何かつながりそうな感じがしますけどね、はい、ちょっと詳しく教えてください。はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、ギャザリングとやり方を教えてくださるということなんですけど、はい、そうですね、ギャザリングってどういうやり方なんですか。はい、まあ、あのギャザリングというのはですね、まあ、こういう今ここにありますけど、寄せ植えするとですね、こういう感じですよね。あの、ね、うん、この株がこの株で大きくなって、この株はこの株で大きくなっていって、それぞれが大きくなってやるのはまあ寄せ植えなんですけども、うん、はい、あのギャザリングというのはですね、ちょっと今軽く作ってみたんですが、こういうふうにあの株ごとにせずに、お花をこう花束のように混ぜて、はい、最初からもう花束のように作る、ものをまあギャザリングというと。でもこれだったら、はい、私結構寄せ植えするときにどうやって間隔を植えたらいいかとか、センスよく配置するにどうしたらいいんだろうって悩んじゃうんですけど。そうですね、これを初めから混ぜてしまうのはちょっとこのセンスのない私からするとすごいありがたいやり方ですね。まあ、逆に言うと、うん、こういう置いて植えるよりは難しいと、はい、そうなんですか。まあ、あの花束を組んでくださいというのもなので、まあ、ですので今日はちょっとそれをですね、はい、お互いに、たくさん苗ありますので、はい、作業をして、花束組める状態に、うん、これからしていきたいと、はい、はい、思います。よろしくお願いします。さあ、今日植えるお花なんですけども、はい、結構パープル系が落ち着いた色合いとか。そうですね、小花も多かったりするんですが、はい、白、ブルーパープル系で、はい、今日はギャザリングをしたいと思います。はい、これは、はい、簡単にお花の説明していただいてもいいですか。はい、そうですね、はい、これがあの千日紅ですね、あの花火という品種で、細かく、うん、まあ、ちょっと霞そうじゃないですけども、そうですね、少し小花的で、素敵だと。ちっちゃなポンポンって弾けてる感じがまた華やかさを増しそうなお花ですね。そうですね、あの、まあ、花束作っていくには、非常に使いやすい、花材かなと思って、あの選びました。で、まあ、あとは冬の、まあ、代表格のこういうビオラですね。まあ、これも花、枝もしっかり張りますし、はい、で花もあのたくさんつけますので、まあ、こういうものがあると、植えた後に長く花がブーケのように楽しめるという意味合いで選びました。あとこれアルテルナンテラですね、カラーリーフで、あのこれもちょっと赤みがあって、少しアクセントになるかなと思います。でこちらがアリッサムですね、の白ですね、はい、はい、まあ、ちょっと白も入れて、色を整えると。こちらはでこれがあのアイビーですね、まあ、非常に強いの で、で株も分けやすいですので、あの作りやすいかなと思います。はい、で今日はですね、あのこの花材を、はい、いろいろ処理をしてから、組んでいきたいと思います。はい、早速やっていきましょう。はい、まずはですね、あのまあ、花屋さんの花束でいう下処理ですね、をやりたいと思います。はい、あのよくまあ花屋さん行ってで花束をお願いするとですね、はい、まあ、それを持ってきてただすぐ組むわけではないんです。そのやっぱある程度の長さを見て、ここから上は葉っぱがあって下はもう組むで、水につける部分は葉っぱの処理をする。で、まあ、処理を全部したら、それを組み始めるんですけど、はい、それと同じ方法でやります。まあ、ですので、はい、まあ、こういうこれビオラですね、はい、でこれをまず取ります。で取ると、まあ、これだけの土根がついてますよね。ついてますね。でこれをこういうふうに組んでいくとやっぱこれ以上くっつかないですよね。土が邪魔ですよね。邪魔ですよね。ですのでこれを土を取ります。
どうやって取っていくんですか。これはですね、ハサミで、はい、ここのハサミにですね、切っちゃって大丈夫なんですか。はい、切ったらですね、これを、はい、ちょっとここでこういうふうにですね、はい、かつら向きのようにですね、ハサミを入れていきます。その根を大胆に切っても、はい、お花は元気なんですか。大丈夫です。あ、でも意外とハサミ1回入れるだけで綺麗にこんなこう、そうですね、くると取れるもんなんですね。こういうふうに入れてですね、この切るときに注意点とかってありますか。そうですね、心配、する必要なく切ると、もうこんぐらいです。大胆に切ってしまうことが大事。でこうやってやるとですね、もうこういうふうに、もうなんかベロッと根ががっちりと張ってるものはこうやって切ってください。手でやるとちょっともうボサボサボサと取れていっちゃうので、まあ、これで切ってもらってこんぐらいのサイズにすると、はい、で次にですね、組むときにこの下っ端が結構邪魔になってくるんです。あ、これもボリュームをつけちゃうので、はい、この下っ端とですね、黄色い葉っぱで、ちょっと混んでるようなところは葉っぱを取って組みやすくする。お、はい、まさしく本当花束を組む時の、そうですね、水につける部分が葉っぱがないようにするのと同様ですよね、はい、ちょっとこんな感じでですね、はい、佐藤さんもやってみましょうか。はい、やってみます、はい、ありがとうございます。早速ポット抜きまして、ビオラを、そうですね、しっかり抜きましょう。もう本当にしっかりとした根なんですね、はい、結構やっぱりがっちり葉がっちりなってますよね。ありがとうございます。じゃあハサミで、結構サクサクいけますね。いけるんですよ、これが。これ面白いです。思ってたよりも綺麗に、本当なんか布を切るような。なんかこう根を切ってる音聞こえますね。そうですね、ザクザクと。土だけじゃなくて気持ちいいですよね、これ。そうです思ったよりうまくいくし思ってたよりも、こう根をこう回しながら切っていくとすごく綺麗に剥けますね。そうですね、本当にかつら剥きのように、本当にかつら剥きと同様で、でうまくいってないところをもう一回ちょっとハサミをジョキジョキ入れていくと、はい、わかりますかね。すごい大根を厚く切ってるなっていう感じがします。ですよね。まあ、かつら剥きだったらこれ失敗ですよね。失敗ですよね。いや、だいぶスリムにカットされて、なんか貧相な羊の同様になっちゃいましたけど。そうですね。でも、まあ、これからですね、はい、頑張って、ここから根を、この株に生やしていただくと。なるほど。はい、いうことで、ちょっとこれは根を切ると大丈夫かなと思うところもあるんですが、いや、かわいそうな感じもしますけど、綺麗に、はい、はい、取れましたよ。じゃあこれと同じ、で、はい、そして下っ端を取るんですよ ね。 下っ端、下っ端を取った方が、ね、組みやすいです。もうこのあたりも取っても大丈夫ですか。いいですね。で、茶色いやつはもう絶対取ってください。わ、はい、かりました、はい、じゃあ葉っぱの色が変わっていたり、一番下の部分です ね、 ですね、花が入る一番初めの要はこうやって組むので、こう組むこの支点のところに、葉っぱがあると組めないですよね、こう浮いちゃって、はい、でこれをしっかり当てられるような間隔ぐらいまで葉っぱを取った方が組みやすいっていうことですね。なるほど。なんかそうバッテンに組めるように、はい、思ってたよりもビオラってこんなに根元にいっぱい葉っぱが生えてるんですね。そうです ね、 だいぶこんな大胆に取っていいんだろうかっていうぐらい葉っぱがですけど、他にも注意点ってありますか。まあ、よく、はい、根を洗ってやるっていう方もいるんですけど、
まあ、なるべく土残せるんだったら残してやりたいなと、思います。土を残すやり方で今回は行っていくということですね。そうですね。で、一番のやっぱりゴールはですね、はい、自分が組みやすい状態まで手入れをしておくということなので、そうだとこの作業って結構地味に見えますけどすごく大事な作業なんじゃないですか。すごく大事なんです。やっぱ花束作ってもですね、全部こういう処理してあればただ組むだけですけど、はい、途中でこの処理に、できたようなのが出てくるとですね、はい、それを処理しないと組めないじゃないですか。やっぱその手間を考えるんでしたらしっかりこういうのを処理してですね、手間暇かけて用意をしとくと。なるほど、はい、ですね。花屋さんいつも行くと綺麗にもうかっこよく花束を組んでくださいますけども、その陰にはこう細かい作業がお店オープンする前には皆さんされて苦労があるんですね。そうですね、まあ、基本的には花束組むときに、はい、やってますけど、でも、まあ花屋という職業はですね、非常に、お客様に商品を届ける前にいろんな手がかかっている、職種じゃないかなと思います。そうなんですね。さあ、もうビオラは1個できたんですけども、はい、続いてアイビー行こうと思うんですが、はい、アイビーは何か、アイビーはかつら向きのような形でやるんですか？アイビーはそんなにこれ多分根が張ってないので、はい、真ん中でぐらいで切ってですね、はい、ここら辺で、はい、でちょっと軽く落とす感じにしておいてください。あ、じゃないと本当に、根があんまり張ってない棒だけになっちゃうので。あ、なるほど、はい、2つに分けるわけではなくて、その2つに1回分けて、はい、あとはその棒だけにならないように、うまく優しく土を残しておいていただければ。分かりました、はい、優しく。じゃあまずは2つに分けますね。あ、確かにビオラと違って、あ、ちょっとハサミ入れただけで綺麗に2つに分けることができました。これ見て分かるのは、はい、根が張ってないですよね。根見えないじゃないですか。見えないです。ですのでちょっといじると土がボロッと落ちますので、はいはい、そこだけは要注意ですね。まあ、アイビーは基本的には強いので、はい、土に刺さってれば根張るんですけども、うん、まあ、一応念のため土がなるべく残せるようにですね、分かりました、やると。じゃあちょっと周りをほぐしながら、はいはい、進めていきます。このような形でよろしいですか？はい、いいですね。で、はい、うまくいかないとこういうふうに取れちゃいますので。あ、なるほど、分かりました。こういうふうになると、まあ、一応土の中にこうやって入れますけど、はい、まあ、できれば土つけておいた方がいいはいいですよね。うん、アイビーの下の部分を枝を取るのは、それはね、アイビーはいいです。大丈夫ですかね。はい、結構すっきりしていますよね。じゃあアリスさんもちょっと大根のかつらむきのように、はい、はい、進めていきます。思ってたより根がそんなに張ってないですね。そうですね、やっぱり一番やってて気持ちいいのはやっぱビオラですね。ビオラです。そうですね、本当に、あ、全然なんか根がなくポロポロ土が折っていく感じですね。そうですね。そしたら周りを落とすような形で、はい、あ、土がどんどん取れてきました。下っ端の黄色くなった部分と、はい、といらないところを摘み取っていきます。こうなっちゃうとですね、はい、結構組みづらいかもしれないです。ちょっとここら辺を隙間を開けて葉っぱを取ってですね、こうもいけるしこうもいけるっていうような状態にして、やった方がいいと思うんですけど、やることというのはですね、はい、こう植えないです、寄せ植えみたいに、はい、これを中に組んでいくんです。これこういうふうに組んでいくので、絡まして組んでいくので、はい、お互いの枝が絡みやすいように葉っぱを敷いた方がいいんですよね。うん、
ですね、これをこう中に入れていくので枝を。あ、じゃあ株のどちらかというとちょっと隙間があるぐらいの方が入れやすいですね。あのお花たちとうまく組みやすくなる、はい、そうですね、ですね。じゃあそういった完成の組みやすさも考えながら、はい、下処理をしていくっていう重要な作業になりますね、はい。それでは、はい、組んでいきたいと思います、はい。じゃあまずですね、組んでいくんですが、はい、これいきましょうか。はい、じゃあこれをまず中心にしてですね、はい、これを組んでいきます。で組むときにここの土の高さですね、これなんとなくあの合わせていきますの で、 でこのこういう、ビオラですね、はい、こう入れるんじゃなくてこういうふうに上から差し込むように入れていくんですね。なんかこういう風にですね、人の垣根をかき分けていくイメージ で、 う、 で、ね、もうここの時点で、うん、混ぜていくと、うん、で土の高さを合わせながら、そうですね、意識をしながら、はい、さあ気をつける点というのは何かあるんですか。はい、まあ、そうですね、あの、うん、今これ3つ入れましたけど3つなんとなくこう混じってますよね。混じってますね。混じりながらやっていくということと、あとまあなんとなくイメージではあのスパイラル状にこう入れていくイメージですね。おーおー、またこうねじり込んでいくような、そうですね、こう混じり込むように、同じ方向に、はい、いくように、こういうふうにこういうふうに同じ方向に入れていくというようなイメージがあった方がいいですね。へー、はい、じゃあ今度こうなったので、はい、3つ目アイビーから、はい、入れます。長い方がいいんですけどこれかな、はい、このボリュームあるやつをここに入れます。今こういう状態です。はい、これもう土をどうしようギュギュってやると結構固まるもんなんですか。そうですね、結構まあずっと握ってないとやっぱダメですけどね。うん、本当に花束みたいな感じですよね。でこれをここにちょっと入れましょうか。じゃあここ色合いを見ながら、はい、はい、でなんとなく他の絡みつくように花と混ぜながら入れます。で次にまたこの、ちょっとアクセント入れましょうか。あ、いいですね。こんな感じですごい、どんどん大きくなってきますね。でこのビオラもですね、はい、ちょっとこう絡まるように、うん、絡まるように絡まるように、しながらですね、はい、はい、今だいたいこの半分ぐらいができて裏がこんな状態ですね。次このこういうふうに裏側に入れてきますので、はい、絡まるように、どんどん形ができてきましたね、はい、本当にあの花束の要領というかですね、はい、これ絡めたいですよね、しっかり。そうですね、長さがあるお花を選んだ方が、はい、すごく絡みませやすいのかもしれないですね。あの長さがある方が絶対いいですね。うん、ちょっと時期的にあの間延びしているようなものがなかったのであれですけど、ちょっと間延びしたようなやつもですね、こうやってやると絵になってくるというか。うん、じゃあお花選びもちょっと高さのあるものをやった方が初心者としては扱いやすいやすいですね。はい、はい、ここまで行きました。このようにどんどん組んで進めていきま す、はい、いいます。さあそれでは丸くもうブーケのように可愛く、はい、出来ましたね。こういうふうに、はい、もうザ、はい、神父さんみたいになりましたよね。なりました。じゃあこれをですね、はい、水苔で上の部分だけ、はい、あのまとめます。あ、上の部分だけ、はい、ここの上の部分をですね、はい、こういう水苔を、うん、これはもう水で浸したものですね。そうですね、これをこういうふうにくっつけてですね、はい、あ、キュッキュッと、そうですね、しっかり水を吸わせた水苔を、はい、結構厚くまとめていくんですね。はい、
両サイドの部分を水苔でまとめていく、ね、はい、あ、結構厚くまとめるんですね。もうちょっと薄くてもいいですけどね。うーん、こういうふうにですね、こう、はい、一通り、はい、あの首のところが水苔で回ったので、はい、これをあの止めます、はいはい、続いてはこの輪ゴムで止めましょうか。輪ゴムで止めるんですね。輪ゴムでもあの、まあ、ちょっと輪ゴムだと色気ないんですけど、はい、今ちょうど、はい、さあそれでは輪ゴムで水苔を止めて、はい、1個でいいですか。もう1個いいですか。もう1個、はい、はい、まあ、これでですね、あの、はい、こういうふうに、あ、いいですね、できました。かわいい。でこれをですね、はい、まあ、鉢は何でもいいんですけども、まあ、こういうのに入れてですね、はい、完成をさせたいと思いますので、はいはい、やってみます。さあそれではギャザリングが完成いたしました。はい、はい、完成しました。さあ、あのまとめたものを軽石下に引きまして、はい、いつもの寄せ植えのようにいつもの肥料のおしべも入れて、入れて土も入れて、はい、して上にちょっとヤシの木のね、そうですね、繊維を、はい、繊維をちょっと上にしたんですけども、はい、ボリュームが出て、もう寄せ植えだとその成長過程を楽しみもあるんですけど、これだとまたこうお花がもう入り組んで花束にも完成をしているので、そうですね、この状態で長くま、ね、まっすぐ楽しめる、本当にまた千日紅アクセントになって可愛いですね。いいですよね。まあ、このサイズだとあの家のご自宅の、はい、中でもあの飾れると思いますので、ちょうど面白いと思います、はい、やりだすと結構面白いんで、これ面白いですね、はい、ぜひあのいろんなお花で、はい、あの合わせてやっていただきたいと思います、はい、これからお家でお花を楽しむ季節になってまいりましたから、はい、ぜひ皆さんも楽しんでください、はい、今日はギャザリングを教えていただきました、はい、お世話になりました。ありがとうございました。フラワーイン大月オリジナル商品有機肥料おしべのご案内です。野菜やお花、植木などどんなものにも最適で肥料効果を実感できる当店人気の有機肥料がこのおしべです。人気の秘密は植物の根の張りを強くし、直接根元に施しても植物に全く害を与えることがない自然発酵肥料というところ。ではなぜそれほど植物に有効な肥料かというと、この肥料が堆肥のみをベースにして10種類の微生物を注入しているからなのです。土壌の中に不足しているのは実はプラス要因となる微生物。その微生物がこのおしべを通じて土壌の中に入ることによって植物の健康を保つことになるのです。さらに連作障害に対する微生物も注入することで病気の出にくい土作りが可能となります。またこの肥料は 100% 完熟させているので植物の根元に直接施すことができ、より高い肥料効果を実感することができるんです。甘く、美味しく、美しく、そして生き生きと目に見えた効果を実感してください。